我が強いあなたへ。どうもちゃ、篠原です。今回は我が強いあなたへということで、自分の意見が強い人に向けて僕なりの意見を話したいと思います。はい、我が強いあなたへですね。で、ですね、まあ僕も我が強い方です。で、だからこそ、まあ自分のしてきた失敗とか、あるいは我が強いならではできることとか、いろいろ分かってるつもりなんですけど、我が強いことっていうのは、受験勉強ではプラスに働くこともマイナスに働くこともあります。で、まあまずプラスなんですけど、我が強いということは、ある種の頑固さなんですね。で、一つの志望大学に固執することができる粘り強さみたいなものがあります。自分の志望校、俺は絶対表大行くんだとか、東大行くんだっていう自分の我の強さが粘り強さを生んで、おっしゃ、絶対東大だっていう固執する力ですねっていうのが生まれるので、まあこの粘り強さがあるからこそ継続力とも生まれるし、行動力も生まれるということで、我が強い人っていうのは、非常に僕はそういうところでは優秀だと思うし、そういう粘り強さが、往々にしてね、いい結果を生むので、ぜひ、粘り強く行ってほしいんですね。で、僕はですね、現役の時、高3の時、直前にひよって、京大志望だったのに阪大を受けました。で、阪大も落ちました。で、そういう結果があるので、やっぱりね、粘り強く自分の志望校というのを固執してください。ただその反対でマイナスのところもあります。マイナス、これ何かっていうと素直さですね。素直さで、素直さって何かっていうと、先生がお前それは違うよ、こうした方がいいよって言った時に、それを言うこと聞かないというところが、素直さがないということですね。で、僕も我が強いので僕は素直じゃないです、正直言って。あんまりで、やっぱ考えちゃいます、本当かよお前っていう風に思っちゃいます、僕という人間は。で、これ思っちゃうし、我の強い人が、それがいけないとは言わないんですが、いけないというか、その直せとは言わない人は、直せって言って直んないんで、素直さ、素直になりましょうって言っても直んないで言わないですけど、ただ素直さが受験において損をこくことになるということも分かっておいてください。で、僕は我が強かった、で素直さがなかった、だから失敗した部分はありますということを知っておいてください。で、素直になれとは言いません、なれって言ってもなれないんで言いません、言いませんが、失敗の原因になることが、あるんだということですね。で、この時に自分の中で天秤にかけてほしいんですよ。粘り強く志望校に固執するために、素直さ、ある種自分のプライドとか自分の考えを捨てるか、自分の考えプライドを尊重して粘り強く志望校を、目指すことを諦めるかっていう、この関係ですね。この関係がどっちに大小が向くかによって、我の強い人が受験に成功するか失敗するかっていうのが分かれてきます。で、素直さっていうのは、これね、慣れって言っても無理だと思うんですけど、自分が正しいなと思ったことに対してはやってください。で、例えばなんですけど、僕の言ってることが正しいなと思ったらちょっとやってみてほしいんですよ。で、やってみた結果、ダメだったらダメでいいです。で、ダメだったらダメで、なんだよ、篠原の言ってること嘘じゃねえかって言ってやめたらいいんですよ。でも、まあ、僕はですね、一応、京大にも受かったし、勉強に関する本もめっちゃ読んだし、で、いろんな人に指導させていただいてるので、まあ、一応、あなたよりは多分、教育経験もあるし、実績もあるつもりです。ね。で、そういう人間がこうした方がいいって言ってることなんだから、一応、ちょっとは試してみてほしい。ちょっと試してみて、ダメならダメでいいんですよ。ダメだったら次からやらなかったらいいんですから。でも、一回だけやってみるということをやってみてください。一回だけです。一回だけ。で、一回だけやってみる。で、ダメならダメで OK。でも、一回だけだったら自分のプライドも傷つかないし、まあ、やってみるかという気持ちにもなると思うんですよ。で、素直じゃないな、自分に素直さがないってよく言われるなっていう人は、ぜひね、一回だけやってみてください。はい。ということで、今回、我が強いあなたへということで、僕がした失敗をしてほしくないんですね。で、我の強い人っていうのは、僕は魅力的だと思う。自分の意見がちゃんとあって、で、そういう人っていうのは僕は、自分、個人的には好きなんですけど、受験においては失敗しやすいです。で、逆にですね、先生の意見に全く逆らわずに、ただただやってる人、難関大は受からないですが、そこそこの大学には受かります。そういうタイプの方が。自分の意見、俺がっていうタイプの方は、大きく勝つか大きく負けるかっていうね、そういう傾向にありますが、
が、じゃあ大きく書くためにはどうすればいいのかっていうと、粘り強さ、志望校に固執する力で、志望校というところに向けて我を通す力が自分のプライド、俺はこうやるっていう自己流のやり方に、勝つということ、こっちの粘り強さが勝つということだということですね。で、あなたがもし不直さがないと周りによく言われるんだったら、1回だけちょっと先生の言うこと聞いたりとか、僕の言うこと聞いたりとかやってみてください。で、ダメなら次から聞かなかったらいいんですよ。で、そしたら、おい、素直に言うこと聞けって言っても、いや、素直に言うこと結果やった、でもダメだった、お前には実力はないって言い返せるんで、まあ一回だけね、やってみてください。それでいいと思ったら取り入れたらいいし、ダメだと思ったら捨てればいいんですから、ね、それでやってみてください。はい、ということでね、我の強いあなたへということで今回話しました。今回の動画これで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ僕はね、そういう頑固さみたいなのはいると思うんですけどね、それがないと逆に言うと失敗しやすいかなというのは思うんですけど、まあ頑固であることがね、プラスに働くかマイナスに働くかっていうのは本当にもうケースバイケースなんですよね、うん、で、まあ僕は自分の過去を振り返ってみて、まあ僕は今でも我が強い方なんですけど、でもやっぱり素直に言うこと聞いてよかったなっていうこともあるし、やっぱりその中で学べることもあるので、一回だけね、試しに聞いてみて、でダメだったらもう次から言うこと聞かないっていうスタンスがまあいいんじゃないかなと思いますね。で、あともう一個、自分に素直になってくださいね。自分がいいと思ったものをなんか知らないけどプライドとかメンツとか立場とかで取り入れないっていうのはやめてください。自分がいいと思ったものは素直に行動するということをやってくれるのが一番いいと思います。だって自分がいいと思ってるんだからね、多分行動してそんなことはないので、ぜひねやってみてください。最後になりますが、過去動画のまとめサイト作りました。今や投稿式動画を体系的にまとめてサイト作ったんで、よかったらそちら見てください。で、よかったらですね、この動画チャンネルをチャンネル登録してくれると嬉しいです。今後もこういう勉強に役立つ情報をどんどん配信していくので、これからもお付き合いしてください。ということで、また次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。